紡ぐ物語、あとはフィナーレを残すばかりとなりました。フィナーレは再び旅立ちの物語、まだ明けきらぬ空のもと、冷たく澄んだ空気を思いっきり吸い込みます。再び踏み出す喜びと、かすかに刻む心、恐れずに飛翔する美しい光の翼、共に生き共に笑い涙する、すべての旅人に捧げます。第4章フィナーレ、冒険者たち。Thank you.
して、モビリティリゾートもてぎ、ニューイヤー花火、二人で紡ぐ物語、閉幕でございます。